やるきっかけは実家がごぼう屋さんなので、私が実家のごぼうをもっと広められないかなと思って、将来商品開発をしたいなと思って、ごぼうのそれでその商品開発をするためにこのキッチンカーを始めました。おすすめのメニューは、でも完売しちゃってるんですけど、あのこのひき肉とごぼうのピザバーガー、父が考えたんですけど、ごぼうが半分入ってるんですよ。それでも美味しいハンバーグなので、ぜひ食べてみてください。これからの出店とかは月1とかでやっていけたらいいかなと思って、インスタもやってるのでぜひ見てください。お待たせしました。お待たせしました。炙りハムチーズですね。7年間半パン屋さんやってまして、でその後に学校の先生で家事の先生を、やってました。準備期間を経て今キッチンカーをやってるっていう感じですね。で、もともとそのパン職人が長かったので、本当はパンの固定店舗を開きたかったんですけど、コストがやっぱり高いので、今この低コストから始められるキッチンカーを最初にやってみようと思って始めましたね。まあ、パンとちょっとつながりのあるワッフルを関係があったので、キッチンカーをやってるっていうの感じですかね。はい。予定でしょうか。そうですか。はい、軽く40で。40で、はい、お願いします。キッチンカーを始めたきっかけは、仲間内でやりたいねっていう、そんな簡単な話からちょっと話がどんどん進んでやることになって、本当興味があったっていう、本当にそれだけで始まりましたね。